フェイフェイリは中国生まれのアメリカ人コンピューター科学者。北京に生まれ16歳でアメリカに移住、プリンストン大学卒業後にカリフォルニア工科大学で電気工学の博士号を取得。2006年から2014年までグーグルに勤務。2009年、スタンフォード大学に着任。2015年、スタンフォード人工知能研究所の所長として、 トヨタ自動車と連携研究センター設立の合意を発表。2016年、Google の AI と機械学習のチーフサイエンティストに就任。2017年、北京に GoogleAI 中国研究センターを開設したことを正式発表。2018年に Google を退社し、スタンフォード大学に復帰。2020年5月11日、 ツイッター社の独立取締役に就任したことが発表された。AB、ツイッター社取締役に就任した AI 学者、リッヒヒ氏の赤い経歴。大紀元時報。2020年5月31日閲覧。新聞、リミテッド、日韓工業、電子版、米グーグル、クラウド部門の AI 責任者フェイフェイリ氏シュが退社へ。日韓工業新聞電子版。 2020年5月31日閲覧。トヨタ、マサチューセッツ工科大学及び、スタンフォード大学と連携研究センターを設立、トヨタ自動車株式会社公式企業サイト、グローバル、トヨタ、2020年5月31日閲覧。ありがとうございます。